佐賀着きました。佐賀ね、佐賀行ってんの。メイク配信ってもうマジで剛速球でやんないとやばい、やばいよ配信。今日もお稽古なんですけども、今日もお稽古です。アバターみたいな感じ。稽古なんですが、チートね、チート急がないといけない。こんにちは、あるよ、こんばんは。てか本当に寒い今日、マジやばやばいね、それはやばいわ。時間が コードネームありません、心読めるエスパー。なな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 、
この任務ありません。心読みいつも。ここが上がってないよ。はいはい。何の音って思うでしょ。まあ、いっか。か。思うでしょ。ちょっと待って。ポトフ。ポトフを温めた。ポトフを温めた。よいしょ。よいしょ。ちょっとお腹痛いんだよな最近。なんでですか。何食べましたか私。ほんの少しだけ配信します。今日は夜の稽古なんで、夜稽古なんで、まあ、いっかーみたいな感じで。私はですね、15分目ですかね、終わりたい。いや、10分ぐらいに終わりたいという所存でありまして、
なんかお目目が腫れてるよね。この照明だとすっごい。見えてますか？いや、私の方すっごい止まるんだけど、なんで？私が止まってるだけ？動いてますか？ね、あれかな、天候的なあれ。やばい、今日死ぬほど適当メイクだ。うん、確かにそういう時の漏れたりしていいよね。もう漏れてんのか分かんない。明るさがさ全然足りてなくて漏れてんのか分かんないから、とりあえずポトフ食べます。いただきます。お昼ご飯食べてなかった。おごプリマネ。ちゃうエッセンや。ここにシャドウを入れることで
リップがぷくっと見えます。オーケー、だいたいいいでしょこれで。だいたいいいでしょとかって、今日は衣装合わせなんですけど、衣装合わせなんですね。やべ、めっちゃやべ。No. ってことなんで、ってことなんで、15分には出たい。ということは、10分ぐらいに終わらなければならない。あと2分ですよね。もうマスカラ塗っとけばなんとかなる。女子心理。結局ね。そう、ポッキーを差し入れしなきゃいけないから、ポッキーを買いに行かなければならないんですね。でも、あ、ポッキーの日だって気づいたのが、まあ、昨日ということで、その予定を入れるの忘れてた。全然完全に忘れてた、さっきまで。いただきます。マジポトフ食べてる余裕ないわ。Okay. Mm-hmm. Yep. That's perfect.
オッケー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 、集中しよう集中、ポトフに集中しよう、一緒に。うんうんうん、お、危ない。え、寒いね、確かに。え、めっちゃ寒い。待って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 、ちょっと終わるね、やっぱり。ちょっと終わりますよ、やっぱり。はい、ちょっと終わる。洗濯も干してなかった。13位キミカさん、12位キヨシさん、11位フロストさん、10位サミザゼロさん、9位フグタンさん、8位マナちゃん、7位ミスターミッチさん、6位タンポポさん、5位オムライスさん、4位チャリンカさん、3位アニオナチさん、2位エンチャさん、1位アニオナチさん、ミサが成功でした。みんな終わります。バイバイ。ありがとうございました。